Without scenery, long face, ティ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 。チャンピオンズリーグ決勝が今晩に迫ってまいりました。チャンピオンズリーグ級のロングフェイスコアロンでございます。さあ今回も毎節恒例のこちらの企画いってみましょう。コアロン VS ポンコツプロデューサートト対決。トトロンダ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 ンでございます。早速ですね、前節の結果の方を振り返っていきたいと思いますが、コアロンがこれは6勝ということですかね、これ。じゃあ負け予想してたってことですか、ね、いや、シートで負け予想してた。違いました、2です。いや、残念ながら、勝ち点2で終わると。いや、いい方でしょ。いい方ってどういう意味だよ。1で終わったり、0で。だからそう、特定のチームの話聞こえますんで、その0で終わったり、1で終わったりっていうのは。いや、なんでだよ。だからどこの話ですか、それは。いや、そう、サッカーでよくあるもんね。いや、だよくあるだ。勝ち点2取ることありえないんで、1試合で。日本対シリア戦は残念ながらコアロンのおごりとなります。悔しいです。そして前回のトト対決でもコメント欄でですね、たくさんの予想を皆さん送っていただいたんですが、このワンスジャパンさんですね、この方一番合ってらっしゃったということですね。なんと6個、ポンコツプロデューサーと並ぶ6個予想を当てております。素晴らしい、ワンスジャパンさんに拍手。さあということで今節のトト対決、こちらはですね、ホーム味の素スタジアムでの横浜 F マリノス戦でのおごりをかけた対決となります。それではまず先手コアロンの予想を言ってみましょう。コアロンの勝ちが見たいんじゃ。さあコアロンの予想でございます。ホーリーホックスさん対大分トリニータさんの試合になります。これどうやら今まで直近の5試合の対戦成績を見させていただいたところ、結構水戸さんが非常に大分さんと相性がいいんじゃないかという予想です。ということで水戸さん勝ち予想です。で広島さん対鹿島さん、これは難しいですね。鹿島さんがまあ ACL こう惜しくも敗退されてしまって、まさかの西井監督さんが ACL 敗退直後に解任ということですね。これはちょっとまあ他のチームのサポーターの方々でもびっくりされた方は多いんじゃないでしょうか。まあ、トニーニョ・セレーゾ監督のまあ成績不振のところから見継がれて、まあ、最終的にはあのレアル・マドリードをあそこまで追い詰めるというところまでこのチームを作られたこの石井監督がここまで急にちょっと監督退任されるというのはちょっとびっくりしました。ぜひですね、鹿島サポーターの皆さんいらっしゃいましたら、今回その石井監督の退任についてどういったサポーターからどういった目線で見ているのかというところをぜひコメント欄で教えていただければと思います。やっぱ本当に上昇軍団、多いです。そうです、はい、本当にそういう結果じゃ許されないっていうのが伝わってきます。はい、いやだこちらにも続々と伝わってきます。いや注意じゃ絶対許されないんだっていうのは、だそうです。はい、またチームをグッとこう1年勝ち点取りに行くとあれこう難しいですが、ちょっとここは鹿島さんにかけたいと思います。鹿島さんの青谷鹿島さんの勝ちです。で岩田さん対ガンバ大阪さん、これもそろそろ俊介選手を復活してくるという話も聞いてますけども、はい、岩田さん勝ちです。でセレッソさん対新潟さん、これ難しいですね。まあセレッソさんやっぱり今日タレント豊富ですからね。でそこをユン監督がこうしっかりともうタイトなチームに作り上げて、ここは勢い乗ってくるんじゃないかと思います。セレッソさん勝ちです。で横浜 F マリノスさん対川崎さんの、これは神奈川ダービーと一応巷で呼ばれてますが、それについてフロンターレサポートしたそういうことについてはどうなんですか。34分の1としか考えてないです。じゃあそこはやっぱ玉川クラシコの方が重要っていうような位置づけということですね。34分の1じゃなくて、いやいや34分の1です。いやまあそこまでもそもそも応援もしていないってことです。いや出しに行ってあげるならベルディです。いや全然じゃあカテゴリーが違うんで、それはやっぱ今節一番注目カードかつ予想難しいカードこちらじゃないでしょうか。柏さん対浦和さん、これはもうめちゃくちゃ悩みますね。もうそろそろ予想するのか、あのまずはACL 突破ベスト8進出おめでとうございますところもありますが、ここはちょっとまあ、あの柏さん、これだけ好調の柏さん、今7連勝中ですね。
8連勝かかって、まあ、そろそろ理論もあるんですけども、ちょっと ACL と考えると柏さんに分があるかなというところで、柏さん勝ちの予想にしております。この多分試合一番注目だと思いますね。で続いては札幌さん対神戸さん、まあ、ホームに強い札幌さん、でも選手層も分厚く、ルヴァンカップも神戸さんはもう進出あれ決まってますね。で1位ですね神戸さん、はい、ちゃんと勝てば1位だったんで神戸さん、いやだだこういや神戸さんは待ってでしょ、いや神戸さんだだ勝てば1位だったっていう、いやだどこのチームが言ってるんですかそれは、いや神戸さんのことを言ってます、いやだ神戸さんはっていうのは何で丸さんはみたいな、いや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 丸京さんの方はみたいな、いや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 、だその言い方明らかその他のグループチームをあれにしてるんで、いや全然してないでしょ、いやいやそれ A グループのとあるチームは明らか揶揄してるでしょ、いやいや考えても、いい人とかじゃないでしょ別に、いやだそれも言い方も明らか特定のチームなんでいい人丸京さんとかいい人盛況です、丸京だ盛況ですということで、札幌さん対神戸さんの試合ですが、ホームの強さで、ね、神戸さんの勢いっていうのを加味してもう引き分け予想です。そして清水さん対、丸京さんの方はもちろん東京のもちろん勝ちです。でさらには仙台さん対甲府さんですね、まあ難しいところですが、もうここはもう個人的にやっぱ三田選手も期待しますんで仙台さん勝ちします。大宮さん対鳥栖さん、ルヴァンカップでは、まあ、大前元気選手退場しながらジュビロ磐田さんに勝利と、監督も変わってチームまた勢いに乗ってくるんじゃないかと思ってます。大宮さんの勝ちです。福岡さん対佐々木さん、福岡さんの勝ち、湘南さん対長崎さん、湘南の勝ち、湘南さんの勝ち、町田さん対愛媛 FC さんがゼロ、引き分けとなっております。以上がコアロンの予想でございました。続いてポンコツプロデューサーの予想いってみたいと思います。おうー、さあまず水戸さん対大分さんはこれと同じく、水戸さん勝ち、広島さん対鹿島さんも鹿島さん勝ちですね、同じくで岩田さん対ガンバさん、これガンバさん勝ちですが、これはガンバさんは調子いいんで今、続いて、セレッソさん対新潟さん、これもちょっとその強度愛裏切り予想みたいな、いやだから散々その新潟への愛を口にしてらっしゃるんでオタクは、本当またあの土地に来たらそこにもう一回帰りたいって言ってる中で予想はこういうことするんですね。セレッソさんはフロンターレにも勝ってるんで、はい、本当に強いなって、いやいやだそこの川崎さん、最近その山村選手とか、はい、調子も上がってる選手多いんで、はい、だんだんやっぱ監督の戦術が浸透してきてるってことですね。ということでセレッソさんの勢い止まらないんじゃないでしょうかという予想です。横浜マリノスさん対、こちらベルディさんですか、これは、いや川崎ウロンターレさん、これは神奈川ダービーホームということもあるので、こうマリノスさん勝ち来るんじゃないかという予想が大方は占めてますけど、いや全然大方じゃないんで、いや5月全勝してるチームなんで乗りに乗ってます。 ACL もこれ全勝ですね、はい、乗りに乗ってます、どっか違って、おいどっかってどこだよみのりピカちゃん、いやおかしいでしょそれは、どう思うですかそれは、いやそういうチームも結構あるんで、いやだその波乗り切れてないチームもそれはいっぱいありますんで、はい、特にそれイコールどこのチームとかやめてください、本当に言ってないです、こちらもそれは言ってないです、はいはい、ということで川崎さんの勝ちです。柏さん対浦和さん、いやこれは引き分けというのはちょっと逃げ腰予想なんじゃないかという、各チームのサポーターからの声も飛んでますけど、ブーイングもありますが、これどういう予想ですかこれは、これは怖いですじゃなくて、ちゃんと予想してもらわないで、そのどっちのどっちかのサポーターにビビるとかじゃなくて、じゃあだから柏さんはちょっとそろそろ本当に止まるんじゃないかって、いやだ本当にこれはもう他のサポーター、他チームのサポーターとしても非常に楽しみな試合になってます。柏さん対浦和さん注目です。ポンコツプロデューサーはちょっともどっちのサポーターにもビビってゼロ予想という形になってます。続いて札幌さん対神戸さんの試合、まあここはやっぱホームの強い札幌さんが神戸さんも凌駕するんじゃないかということですね、これは。はい、神戸さんもだいぶこう選手もやっぱ揃ってますし、監督の采配というのも非常にやっぱ冴えてますけど、はい、いやでもやっぱり札幌さんはそういう予想してもやっぱ覆してくる、確かにだけのホームの強さがあるんで、はい、いいのに、いやだ札幌さんはっていうその女子が強調されがちなんで最近の予想、いやじゃあホームで強いってやっぱ今札幌さんイメージがすごい強い、いやだ僕もそうです、敏感なんで、ちょっと待ってる煽りは、おい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 、待ってる煽りはじゃねえ
プロレスにすんじゃねえよ。だからまあ俺は一旦この辺で取っておくということで大丈夫ですね。はい、はい、で続いての試合がこちら今節一番注目のカードという形。いや各業界からも多方面から注目されてますんで、こちらが清水さん対 FC 東京の試合ですが、これはちょっとどういう予想ですか。これはいやイルバンも清水さん、はい、勝ちましたし、はい、この流れで、いやだからそのルバンはあくまでルバンです。メンバーも全然変わってきますし、残念ながらちょっと対決は楽しみにしていたんですけれども、ここからもちょっと好きなチョンテセ選手の方も日曜日出場できない可能性がかなり高いと。脳震盪の場合だと何日かも、まあ、前も大久保選手もありましたが、その脳震盪の場合は何日か必ず安静という決まりがあるようなので、そのまま2試合連続同じ結果とはいかないはずなんですけど、どうですかこれは。ここはいやどんな何を待ってる、ここはいやいや待ってるとかじゃあここは何ですか。ここはだから勝ってほしいです。はぁ、弱い煽りみたいになってるんで大丈夫ですね。絶対勝ちますよ。先生選手がいなくてもやっぱもう一人怖い方がいるんで、だからアーベス、チアゴアーベス選手は、チアゴアーベス選手はやっぱ止められるか、ディフェンシングが止められるかどうかが鍵ってことですね。だちょっとスカウティングによると、おい、ないどこのチームのスカウティングですかそれは。いやわかんないです。だ何に不安があるんですかそのスカウティングでは。いや不安と、いやだからスカウティングイコール大体不安で、不安でしょ、チーム全体に不安がある。おいビルドアップどころじゃないでしょそしたら。じゃ今ちょっとそういう情報もスカウト業界では、いやどこのスカウト業界ですかそれは。絶対勝ちましょうね皆さん。さあ続いて、仙台3対高3はこの同じく仙台勝ち予想。大宮さん対トッサン、これトッサン勝ちというのは、だからちょっとトッサンも結構予想を裏切る、いい意味で裏切ってくることも多い、はい、自分の中で多いんで、はい、今回は勝ちにしました。そこにかけるということですね。はい、はい、そして福岡さんの勝ち、そして湘南さん町田さんは、まあ、ポンコツプロレスラーさんの J2 に関してはちょっとあまり、詳しくないということで引き分け、まあ、そちらよりは、いやこちらの J2 の専門家ではないんで、イラバタケさんじゃないんでこちら。いやさあということで本節も熱い戦いになることは間違いなし、 J リーグも熱戦が繰り広げられるだろう、注目の対決ばかりです。皆さんもそれぞれの応援するチームに対するコメント、さらには予想をお待ちしております。そして FC 東京サポーターの皆さん、今節こそ絶対に勝ち点3取りましょう。コロンもアウェイエスパルスまで応援しに行きます。それではまた次回の動画スタジアムでお会いしましょう。バイローン。 Mirror.